食べますよ、出てくださいね。新しい敷物をちょっと買ってきたけど、これダメだしな、ペラペラだからすぐぐちゃぐちゃになっちゃうね。ねえ、麦ちゃん。はい、本日のご飯はですね、なんか少し肉い、鮭のムニエル、こんにゃく焼きそば、お野菜たっぷり。これはですね、息子がですね、釣りに、イカを釣りに行って一匹引っかかってきたカニですね。カニカニカニのカニを出汁にして味噌汁を作りました。いただきます。小麦ちゃん、一応お魚の匂いに敏感です。ムニエルを食べに来たというか、ムニエル食べたくて来たけど、これはちょっとあげれんな、味つけちゃったもんな、ごめんね、もみちゃん。大樹くん、あんた鼻匂う？お魚の匂い匂う？絶対来ないよね。はい、小麦ちゃんにちょっとだけ味のついてない中の方のところ、ちょっとだけあげました。食べるかな。食べた食べた、美味しかった。もうおしまいね。味ついてないところあんまりないから、もりちゃんごめんね。あーいーちゃん、ずんずんずん、現代画家として知られるチャットマン兄弟の作品を展示する予定さ。その中には10万ポンドもする高額な絵画もあるという。ではここで犯行予告をしましょう。今回私が狙うのはその10万ポンドの絵画です。結婚は1週間後の水曜日、時間は午後3時から。よいしょ。ただし絵を描くのは私ではなく、うん、ある人物です、ね、今言った犯行予告は絶対に変えません。あなたがアメリカ育ちの一応会、アメリカ育ちの一応会、見てこれ腹筋してんなそれ。みんな食べちゃっていい？いいよ。そろそろリンゴ味が濃すぎて喉が渇くんだけど。バレた。あいつは何をやってんの？顔かい。ダンボールの中から。出てきた。
遊んどいでよ。ふみちゃん。チベット砂ぎつねみたいな顔してる。鶏肉 3.6 キロ、豚肉 2.5 キロ、野菜は12種類。はーい。なんでちょか。ふみちゃんのも反応しました。日本全国みんなそれで性格も体も違うし、それは毎日見なければ、面倒見なければ。でも親方は。ないんじゃないんだよ。家にも珍しい活発な小麦動く小麦これは躍動する小麦すぐ引っかかって見つめないふみちゃん後ろで大ちゃんが狙ってるよ後ろで大ちゃんが狙ってるよ姉ちゃんダメよちょっかり出したらみりちゃんダメちゃうわあんたじゃないのもう嫌だねあんたじゃないのあんたじゃないのあんたじゃないのアホだねあんたはアホだねみきちゃんが遊んどるでしょ自分が率先してこう行くようなっていうよりはサポートですね相撲に関して口を挟むことはないみーちゃんどこ行っちゃったこれ消えちゃったあそこそこそこいたおったねなんで大ちゃんダイちゃんじゃないってないのあんたじゃないのないのないのすみちゃん出て行っちゃったあんたじゃないって言ってるでしょあんたさっき散々遊んだでしょいいじゃないのみーちゃんそっちよいしょよいしょよいしょ飛び乗っちゃうねよいしょすごいね、ここ。なんで大ちゃんが行くのな。ああ、持ってかれた。大ちゃん、ひょこって出てきたね、あんた。ああ、面白い。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。お前で、チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。